い、皆さんこんにちは。ゆかりん。今回は子供の頃憧れていた幽遊白書のクラムのコスプレをしてみました。相変わらず自分の家です。今回は、衣装を作ってるとことかメイクしてるとことかちょっと動画に撮ったので、それを披露しつつ私のコメントを入れていきたいと思います。そんなわけで VTR どうはい、超適当な裁断をやってます。そして裁断が終わったらミシンです。これすごい顔して縫ってたんで、すっぴんなんで顔は隠してます。恥ずかしいので、はい、そんな感じで布を縫い合わせると、はい、こんな感じでなんとなくプラマになってきましたね。いい感じ、レディー付きなんですよ。よし、ということでトルソーにしてテーパーボディバランスのチェックです。これ忘れちゃうとね、ダメなんですよ。そうそう、なかなか帯が結べなくて、これ何度も挑戦してますね。はい、ということでなんとなくこう形が見えてきました。パチ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 。今回は黄色いチャイナ服以外は素材が足りなかったので既存のキャラクターの衣装を使ってます。銀玉とかヒロアカとか、まあちょっと形は違いますけど仕方ないですね。次はメイクデイ。パチ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 。基本的に高いものは何も使わないタイプなので、まあその辺で買えるものばっかりです。まあチャコットは踊る方のバレエのメイクアップ道具なのでよく使ってますね。コリアンコスモスキーフィルスチュアです。おい、こっからメイク入りました。やっぱりね、すっぴんを人様に見せるっていうのは女子としてどんなもんかということで結構顔は隠してます。いつかコスプレの仕事何もなくなったらガチすっぴんを披露したいと思います。いや、デコ綺麗だな。めっちゃおデコ綺麗じゃない。あ、こんな感じで茶色で引いて案内線みたいな感じですね。いきなりはカラーペンで描くと失敗すること多いので一旦茶色で描いてます。こんな感じ。いいよいいよ、いいじゃないですか。で、赤で上からなぞるっていうのがいつものパターンですね。はーい。で、眉毛ができたら次は、眉毛をコーティングしておきます。すぐ落ちちゃうんでね、カラーは。ほい、出来上がり。で、アイライナーです。まだぼかす前ですね。ということで、はしょりました。じゃじゃん。ということで、クラマのコスプレをしてみました。イエイ。